医学部2号館東京大学大学院医学系研究科は東京大学に設置される大学院研究科の一つである。東京大学医学部は東京大学に設置される学部の一つである。医学部と医学系研究科は一体となって運営されているため、この記事で合わせて解説する。医学部のスクールカラーは赤である。医学部には1877年の 東京大学東京大学設立と同時に医学科、製薬学科が設置され、1953年に衛生看護学科が設置された。衛生看護学科は看護不要生を目的としており、入学者を女子に限定していたが、1965年に保健学科と解消し、健康科学の教育、研究を主体とする学科になった。さらに1992年には、 健康科学、看護学科と2010年には健康総合科学科と解消された。1962年に前期課程に理科3類が置かれるまでは、医学科は理科2類、または理科1類の学生の中から選抜試験を行って学生を受け入れており、上で述べたように衛生看護学科も別枠募集であったため、通常の進学振り分けを行う学科は、 薬学科のみという、東大内では少し変わった学部であった。なお、現在はすべての学科で通常の進学振り分けを行っている。大学院に関しては、1953年に新生大学院として生物系研究科医学専門課程が設置されたが、1965年に医学系研究科に改組され、保健学専門課程が新設された。 1987年には、専門課程が専攻に解消された。医学系研究科には4年制の医学博士課程として、第1基礎医学専攻、第2基礎医学専攻、第3基礎医学専攻、第1臨床医学専攻、第2臨床医学専攻、第3臨床医学専攻、第4臨床医学専攻、社会医学専攻の8専攻が設置されていたが、 大学院重点化に伴い、1995年から1997年にかけて、現在の旧専攻に改組された。また、1992年に国際保健学専攻が設置され、1996年には保健学専攻が大学院重点化によって、健康科学、看護学専攻に改組された。1999年には医学科、 私学科、獣医学科以外の学部卒業者を対象とする医科学専攻修士課程が設置され、医学博士課程と合わせて6年間の一貫教育を行うようになった。さらに2007年には専門職大学院として公共健康医学専攻が設置された。新生大学としての東京大学医学部の設置は1951年度からなったが、 これは、いわゆる医学進学課程を持たない、専門学部のみの医科大学であった。そして、1951年度より、新生東京大学の入学試験は、教養学部各科類の他に医学部の入学試験も、合わせて行われた。これはあくまで入学試験であり、医学部進学希望者を含む、理科2類からの入学希望者も平等に、 入学選抜試験を受けなければならない、いわゆる医学部のみの公募であった。そのため、理科二類から、医学部入学を希望して果たせなかった者は、他の学部へ進路を転換するか、次年度に望みを託して浪人することになり、新たな進学問題をうちに孕んでいたと言える。この医学部の公募制は1962年度に、理科三類が教養学部に設けられるまで続いた。 1958年5月に東京大学に設置された大学制度審議会の第3回会合において教養学部のあり方に関し専門書学部から見解が改陳されたそこで掲示された問題点の多くは進学振り分けに際して不利益を被っている学部から出されている医学部に関する指摘を抜粋すると理科二類では 医学部入学のための腰掛け在籍者が多く、学科によっては定員割れを生じている。公募制に二重手間など若干支障ありという指摘がなされた。その後、検討が加えられ、最終的に1961年4月28日の専門委員会において、東京大学教養学部の軽い別及び募集辞任についてが採択された。 これは5月2日の学部長会議で一部修正されて、5月9日、正式発表となった。ここにおいて、東京大学教養学部の軽い別については、東京大学制度審議会を設けて4年にわたり、慎重に審議した結果、従来の文科一類、文科二類、理科一類、理科二類の分類を変更し、昭和37年度より、 新しい軽い別に従って入学試験を実施することとする。医学部医学科に進学を希望する者に対しては、従来入学の2年後に改めて選抜試験を実施したが、37年度、教養学部入学者よりはこれを実施せず、他学部に準じる進学振り分けの方法によるとされ、現行の軽い区分が成立した。この進学制度の改革により、 医学部医学科へは、ほとんどが、理科三類から進学することとなり、それまで行われていた、医学部公募制は、制度上もなくなった。なお、理科二類から約十名、全科類から約四名が医学部医学科に進学できる。医学部、達岡門医学系研究科公共、健康医学専攻には、通常の二年コースのほか、 医療関連の実務経験を有する者を対象とする一年コースが置かれている。付属施設21世紀 COE プログラム医学系研究科では以下の3件が文部科学省の21世紀 COE プログラムに採択されている。グローバル COE プログラム医学系研究科では以下の3件が文部科学省のグローバル COE プログラムに採択されている。 医学科では、3から6年生のことを、それぞれ M1、M4 と呼び、医学科に内定した2年生を M0 と呼ぶ。また、鉄門系サークルでは、理科3類1年生、2年生を、それぞれ C1、C2 と呼んでいる。医学科は、基本的にすべての授業科目が必修であり、単位制を採用していない。また、医学科生を対象として、2003年度より、 PhDMD コースが2008年度より MD 研究者育成プログラムが行われている。どちらも基礎医学研究者を早期養成するための制度であるが、前者では M2 あるいは M3 から大学院医学系研究科博士課程に飛び入学するのに対し、校舎では M1 から通常の医学科カリキュラムと並行して、 基礎系の各研究室で研究を行い、卒業と同時に医学系研究科博士課程に入学する。鉄門。ありがとうございます。